おお、水。鍋の上でやれ言うて。絶対落とさない。これ振りちゃうぞ。振りじゃないよ。振りちゃうぞ。絶対落とさない。いただきます。はい、じゃあいただきます。わじゃじゃじゃ。3つぐらいでよか。わ。3つぐらいで。ピカピカや。ピカピカ。ピカピカだった。ピカピカだったな。ごめん、なんか塩の味がした。塩と味噌混ざってる。皆さんこんにちは、コテキャンです。福井県大野市にある泉前坂家族旅行村前坂キャンプ場に来ています。ここまでの山道は2車線道路で運転しやすいです。キャンプ場に到着しました。早速チェックインをしていきます。こちらが管理棟です。管理棟の前には広場があって、もう少し先には釣り堀がありました。魚たちが泳いでいます。こちらはバーベキューコーナーです。その先には川があって、川を眺めながらバーベキュー一度やってみたいと思います。川の流れはそんなに速くなくて、とにかく水がきれいでした。こちらにはピザ窯がありました。こちらは焚き火スペースというか、キャンプファイヤーというか、焚き火を囲みながらみんなで語り合えるようなスペースかと思います。早速薪割りに挑戦です。本格的な薪割りですが、なかなか難しい。まだこれから設営が待ってるというのに、薪割りこんなところですかね。ようやくサイトに移動します。管理棟からは結構離れています。細い橋を渡っていきます。この橋は車がギリギリ1台渡れるような幅しかありません。この日は午後3時頃にチェックインしたのですが、もうすでに設営を終えられている方がほとんどです。今回は10番のサイトになります。早速設営を始めていきます。まずはタープの設営をします。今回はママが動けないので、パパとお兄ちゃんと僕とで設営をしていきます。続いてテントの設営になります。今回はコールマンのエクスカーションティピーの設営をしていきます。ワンポールテントなので設営は簡単です。あっという間に立ち上がります。お兄ちゃんと僕とで前室の部分の仕上げをしていきます。設営が終わったので、ちょっと場内を見て回ってきます。なんかちっちゃいようわからん虫がおるよね。あれ、フリーサイドちゃうかな、多分。川沿いをフリーサイド。生水は飲まないでください。よく手を洗いましょう。だから沸かしたらいいと。ウグイスがすごい鳴いてる。パパたちはこっちを見てくる。トイレの隣にあるのがシャワー棟になります。お一人様一日300円。あ、めっちゃでかい。男梅サワー。恵比寿サマーエール。恵比寿サマーエール。横、道の駅越前で買ってきたエビの唐揚げです。美味しそう。これもうわ、皮ごと食える。カッパエビみたい。せんべいやつ。エビのせんべい。せんべいの潰しないバージョン。エビもマジうまい。これはカレーです。カレーいただきます。うまっ。道の駅越前マジうまい。今日は僕がご飯作ってくれるの。全部やってる。あ、今日のご飯なんですか。またチキンカレー鍋。でかい。なあ、入れんで。この中にお水を入れなかったけど、これ同じ量のお水をこの中に入れなかった。おお、水。あと次は200円。何ビッて食べやすい大きさにグタグタグタグと手で切ってポイポイポイと入れる。ちょっと待って、やばい、鍋だよ。ああ、わあ。鍋の上でやれ言うて。そこにエリンギとブロッコリーがあるでしょ。エリンギブロッコリー。はい。それも入れる。いいよ、バサッと入れる。じゃあ、あとはできるの。首にくれるのは好きで。あ、これ。お肉は絶対必要。落とすなよ。絶対落とすなよ。これ振りちゃうぞ。振りちゃうぞ。絶対落とすなよ。いいとそれでうまくできた。反対向けた方がいい。怖いわ。ブラブラ、カミ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 。そうです。よーし、ちゃんと。いただきます。はい、じゃあいただきます。カレーのやつ。カレースープなど。バターチキン。バターチキン。カレーバターチキン。カレーバターチキン。カレー。何？鍋。鍋。うん。厳しい。あ、うまい。スターで火つけても着火剤入れてるから。じゃあ、出しすぎ。わかんない。手袋つき忘れてた。3つぐらいでよか。わっ。3つぐらい入れよう。4つはいらんやろ。これ1個1合何合なんやろな。はい、雑煮でーす。雑煮じゃないわ。何？雑炊。まあ言うてのカレー、スープカレー。ここにチーズ入れたやつ絶対うまい。なんかでもさ、チーズ入ってんねん。これリゾットでーす。うまそう。うまそう。米熱い。米熱い。米が熱い。うまい。うまい。シュシュッと。やりました。これで、あとこれをきれいに取ってください。ピカピカや。ピカピカなったな。フリーサイトかな。フリーサイトは車は乗り入れはできませんと、こんな感じですかね。ピクニック広場って書いてる。炊事塔2つもある。テントサイト。わあ、めちゃくちゃ水がきれい。すんげえ透明。食べます。じゃあもうそれぞれ自由で、固めでいい人はもう野菜味のラーメンいただきます。ここに入れるの？塩と混ざってるけど。嘘でしょ？ほんま。ごめん、なんか塩の味がした後に。何を？塩と味噌混ざってる。確かに塩の味がした後に味噌の味がした気がする。美味しいよ。チャック頼んで。